日をまたいで29日のライブ、新宿のライブですけども、ぜひ足を運んでいただきたいと思っております。今日がね、実質スタジオで放送するのは最後なので、で、今日は相方の尾形さんも、どうも皆さんこんばんは、尾形です。よろしくお願いします。これ今どんぐらいの人見てるんですか？いや、これはね、はい、俺のコミュニティなんでね、はい、そこまで、そこまで人はいない。そこまで人はいないんですか？だからこうね、見に来てくれてる人のために、うん、一曲だけ、はい、こちらで、この後新時の放送で、はい、もう、一緒にやらせてもらいます。今の時点でこれ視聴者さんは何人なんですか？30人。お、あれだですね。うん。そうですね。なので、いつもドラクエやってるんですけど、僕、うん、ドラクエの放送やってるんですけど、ドラクエ中に CD 流してるんですけど、はい、なんか尾形の曲の方が、はい、人気がある。あ、ありがとうございます。そこはちょっとなんか納得いかないところですか、ね。あ、いいじゃないですか。なので、まあちょっと30分はできないんですけども、1曲だけやろうかなと思っております。音大丈夫ですか？ここヘッドホンある。もう一回告知から。今流れてる、うん、僕ら29日の次の日も、はい、30日もライブがあるんですよね。あります。はい、神田馬車道の、はい、ルーティーンというライブバーですね。ライブバーです。40分も歌させてもらうという。そうです。結構長いですよね。長いです。19時から長いです。なので、29日はベイジャングルで、ヒサガと尾形で、俺はヤーマンバンドのギターとしても出ますので、うん、ぜひぜひちょっと興味のある方、またはお時間のある方、心の余裕のある方、はい、遊びに来ていただけると嬉しいです。とうだうだ言っててもしょうがないので、うん、早速一曲歌わさせていただきますか。そうですね、もういいですか、歌って。いいですね。じゃあ、いきます。はい、オリジナルです。聴いてください、君は君を。目の前
の壁から避けて逃げては割れて、それではいつになっても本当の自分に出会えない。知らない誰かの痛みを別れとは言わないけれど、人を傷つけることは君には似合わないよ。痛みを知ることから始まることもあると思うんだ。できないわからないという前に、君は君を知っていますか？人はそんなに強くはない。付き合うことを恐れないでさ、新しい君に出会えること信じてるよ。誰もが孤独を恐れて生きてる。楽しいことばかりじゃない、いいことは分かっているでしょう。
りあえずこれで音は大丈夫でした？音は大丈夫です。一回切りますよ。はい、じゃあ、この後は新宿放送で、